ゴルゴノプスは、古生代ペルム気候期の約2億4800万年、前に現在の南アフリカに生存していた単ユミ類の絶滅した族。族名の由来は、ギリシア神話のゴルゴーンから、1876年、リチャード・オーウェンによって命名された。模式種は、ジートーブス。当時としては、極めて強力な捕食者であったが、 ペルム期末の大絶滅を生き延びることはできなかった。ペルム気候きたタールキのカルーボンチに繁栄した捕食者、ゴルゴノプスアモクの代表的な属である。全長は約2メートルで、ゴルゴノプス類において比較的大型の部類に入る。なお標準的なゴルゴノプス類は、全長が1メートル前後とされる。化学過端に達するほどの長い剣士と発達した摂士を持ち、 顎関節は90度近く開いた。これは、長大な牙を相手に食い込ませるのに必要な進化だったとされる。剣士の厚みは、後の剣士虎よりもやや厚いが、基本的には、サーベル状の薄く鋭利な構造だった。ゴルゴノプスの歯は、顎前方の摂取と剣士が長く発達している代わりに、後方の頬歯は短く耐火気味である。一部の禁煙種では、 完全に頬馬が消失している。ゴルゴノプスは、ディノケファルス類のようなそれまでの肉食獣弓類と異なり、下顎に明確な筋突起が発達し始めている。これにより噛む力も強かったと思われる。とはいえ、より派生的な獣ル類のテロケファルス類や、木のドン類よりも筋突起の発達具合は弱い。脳の研究からゴルゴノプスを含むゴルゴノプス類は、 通常姿勢では鼻先をやや下に傾斜させていたことが示されている。ガッコツに多数の小さなくぼみがあり、これはホラゲの痕跡ではないかと言われる。このことからすでに体毛を持ち、体温の保持ができたとも考えられる。当時のパンゲア大陸は中は砂漠化しているような土地も多かったため、そのような地域での急激な気温の変化に、 対応するために体毛を獲得していた可能性がある。ゴルゴノプスと彼らを含む初期の獣ハルイは、それまでの獣弓類や、爬虫類よりも足全体が長くなっていた。一方で、大腿骨は曲線を描いていたため、現在のオーストラリアワニのようなギャロップ走行が可能だったとされている。こうしたギャロップ走行は必要に迫られた際にとった行動とされ、通常時は、ガニ股で、 は行をしていた。前足は依然として反直立だったが、後ろ足は現代の哺乳類のように直立していたと見られる。さらにゴルゴノプス類はそれまでの捕食者よりも頭部や牙を軽量化していたため、当時としてはかなり機動力に富む捕食者だったと考えられる。ロバート・バッカーの恐竜遺説によると、化石の産出状況や形態的特徴からゴルゴノプスを含む 派生的な単ユミ類は、それまでの基盤的な単ユミ類であるバンルー類よりも、代謝が高く、その代謝効率は、原生哺乳類とバンルー類の中間にあたる。とされた。そして、上記の考えにより、バッカー氏は、獣ユミ類が、気温の下がる冬においてでさえ、活動的に獲物を探していたとしている。ただし、 蒸気の研究は化石化のプロセス等を考慮しきれていないとして疑問符が投げかけられることもある。ゴルゴノプス及びゴルゴノプス類は喫水の肉食動物だった。噴火石の研究によると本種は蒸気の身体的特徴を用いてディノケファルス類の生き残りと大小のディキノドン類のような数々の単ユミ類を狙い、さらにガワハチウ類のパレーアサウルス類や 初期のソウユミ類のヨンギナといった、爬虫類も襲った。さらに、水中の魚類や、両生類も砂取っていた可能性がある。一つの可能性としては、同時代のパレーアサウルス類の多くが川骨製の、装甲をまとっていたため、長大な剣士はそれらの外皮を貫いて仕留めるための、進化だったのではないかと推測されている。ただし別の研究では、ゴルゴノプス及びゴルゴノプス類は、 比較的小型の動物を丸飲みしていたのでは、とする報告も上がっている。また近縁種のアイロログナトゥスエヌの化石より、その腹部から小型のディキノドン類の化石が発見されている。一方で、間接的な証拠である、噴化石より、ゴルゴノプス類は、小型の獲物は丸飲みにし、大型の獲物は骨を噛み砕いて飲み込んでいた、ともされている。この研究を受け、 サイエンスライターの金子ウ一氏は、実著において、ゴルゴノプス類の顎の力はハイエナ並みだった。と推測している。しかし、現時点で、ゴルゴノプス類の抗菌の研究において、彼らの顎がハイエナに匹敵する力を秘めていたかどうかは、不明である。ゴルゴノプスの化石が発掘されたカルーボンチは、ペルム期後期当時は、広大な河川大石平野であった。 ゴルゴノプスはじめ多くの化石が当時あったゴンドワニで山脈から流れ出た巨大な河川によって堆積した地層から発見されている。当時地球上のすべての大陸が合わさったことで超大陸、パンゲア大陸が形成されていたのに加え気温は温暖化しておりパンゲアの多くの地域では内陸部を中心に乾燥した大地が広がっていたがここでは 豊かな水系に育まれたことで、多くの動植物が繁栄していた。PT 協会の環境激変によりゴルゴノプスは絶滅した。本種の生態的ニッチは、それ以降モスコリノスのような肉食性テロケファルス類に引き継がれるも、ペルム気候期に肉食性従ユミ類の占有していた、頂天捕食者のニッチには、三畳期以降は、肉食性主流類が進出していくことになる。 南アフリカのカルーボンチなどから化石が産出している。2010年に発表された内容によれば、およそ90体もの化石が見つかっている。https://scalar.google.co.jp/scalar、start="20&q=" ライシノップスー h l a <hal S 2> j a a z s, <as> <S d t <S 0 5 d <S g s c o p s U イコール 23P%3D QWNXXM8AQ ピッチ。ありがとうございます。